皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からはチームチェリー開発のメトロイドバニアと呼ばれる 2D 探索アトラクション作品ホローナイト、こちらをね遊んでいきましょう。その可愛らしいグラフィックとは裏腹にダークソルのような難易度に設計されている本作、世界中で高評価を連発、文字通り神ゲーといっても差し支えない本作を今回は PC スチーム版でプレイしていきます。いつものように 1440p の高画質、そして美しい BGM と凶悪難易度で今回も皆さんと一緒に癒されていきましょう。ちなみに本作ですね、今現在日本だと Steam、あと Nintendo Switch でリリースはされています。おそらくそのうちプレステ4でも配信がされると思うんですけども、今現在 Steam、あと Nintendo Switch をお持ちの方はぜひ購入されてみてください。これ久しぶりの神ゲーですね。文字通り神ゲー。そして今回の映画紹介コーナーは虫がテーマの4作品。このホロナイトもですね、実は虫の王国っていうのが舞台です。で、敵も基本的に虫かな。左からミミック、ザ・フライ、アントマン。で、最後にスターシップ・トゥルーパーズ。この4作品。個人的に強くおすすめなのは、クローネンバーグ監督のザ・フライ。あと、ポール・バンホーベン監督のスターシップ・トゥルーパーズですね。ザ・フライは人間とハエのキメラである男性が主人公なんですけども、この特殊メイクはね、めちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。泥ぐちゃで、いい意味で。で、1の特殊メイク担当の方が2の監督になったのかな。ちゃんとしっかり泣けるシーンもあったりして本当に印象深い作品です。あとバーホーベン監督のスターシップトゥルーパーズ、これまあ俗に言うバカ映画なんですけども、ただねめちゃくちゃよくできたバカ映画として有名です。おそらくゲームの地球防衛軍、あの元ネタになってんじゃないかな。続編も2、3と作られて、あと2018年、今年も CG 映画が1本作られましたけども、未だにそれぐらいの人気を誇ってる作品。ジェイソン X とかね、お好きな方は本当に楽しめると思います。まあでもジェイソン X 知ってる方は見てるか、スターシップトゥルーパーズ。あと最後にちょっと触れるのがミミック。これ今となっては世界的に有名になったギレルモ・デルトロ監督。彼の3番目の監督作品なんですね。地下に繁殖する確かゴキブリかな。それを駆逐するために特殊な遺伝子を持った昆虫を作るんですね。学者さんが。ただそれが数年の月日を経て予想外の繁殖をして、で人間を食い殺す怪物に変貌していたというお話。パッケージがなんかすごい不気味でいいんですよね。ミミック。生物学用語で擬態かな。こちらの作品ですね、まだ未見のものがあったらチェックしてみてください。さあではね、マイクはこの辺にして早速遊んでいきましょう。ホローナイト。さあまずは設定見ていきましょう。設定こういう感じ。ゲーム設定、音声設定、映像設定とコントローラー、キーボード。まず上からかな。ゲーム設定。言語日本語ですね。あとね、これすごいね。支援者の名前を表示。キックスターターの支援者の名前をその貢献内容とともに表示します。これ一旦オフでいいかな。素晴らしい機能だね。と、実績表示。これデフォはオフでした。で、オンにしてあります。で、音声設定。これボリューム調整済み。と、映像設定。これこういう感じね。全画面表示と垂直同期。パーティクル効果。あと、ブラの質。これこうですね。で、フレームレート上限。これオフにしてあります。上限解放。よしと。で、コントローラー。操作はね、こういう感じ。これパッドをつなげてあります。キャラクターメニュー、スーパーダッシュ、クイックマップと移動ね。で、ポーズメニュー。ダッシュとクイックキャスト、夢見の国、フォーカスキャスト、ジャンプ。で、X さん攻撃。で、右スティックで上下を見る。よし。まあ、この辺はね、プレイしながら覚えていきましょう。よしと。さあ、これでゲームスタート。ゲームを始める。で、1番かな、ニューゲーム。さあ、フレームの幅。これも OK ですね。デフォで OK。
さあ、ここからゲームスタート。ホローナイト。左上のあの仮面。あれ、ライフかな？これ待ってね、こっち行けんの？あ、これ行けるんだ。こっちの右方向は？これが逆に行けませんね。うん。行けるのか。壊せてしまう。さあ、どっちに行く？まずこっちかな。左の方向。でね、このゲーム、端的に言うんだれば、ダークソウルライクなメトロイドバニアゲームという感じ。まあ、俗に言う死に覚えゲーらしいですね。さあ、ここで、なんかの岩。で、これなんだろう。銭かな？経験値？これまだいけませんね。この、ここね。あの、露骨にこう三角飛びができそう。そのうち。一旦覚えとこう。さあ、早速こっち。いいね。この段階でもうなんか名作の香りがする。さあ、虫です。これも倒して。これは何？落とし穴？死ぬのかな？ちょっと待ってね。誘導してみよう。どうなる？来ないんか。よし。この主人公の敵に切りかかるとね、ノックバックが発生しますね。弱いのか。で、ここにも。これ一応やっとく？二発か。で、さらに、銭。よし。銭なのか経験値なのか。まだよくわかんない。さあ、ここで、上ですね。よした。お、ここに何これ。これあれか。初のトラップか。あと、上切り。下切りもできる。結構これアクションの幅があるんですね。性能的に割と便利。で、調べる。植木でアクション。高貴なものよ。これはそなただけに伝える言葉。そなたは我らと同じ偉大なる力を持つ者。自らのソウルを集中させよ。敵を攻撃してソウルを集めましょう。で、ソウルが溜まると B 長押し。これでソウルをフォーカスさせてライフを回復できます。これ便利ですね。B ボタン長押し。させれば他者には望めぬ偉業が可能となろう。よしよし。今36かな。でね、これ一旦死ぬと、その場にね、全部ドロップするみたい。で、その状態でもう一回死んでしまうと、全部パーかな。ソウル。はい。待ってね、一発食らった。早速死んだ。死んだね。さあ、これ B ボタン。フォーカス。あ、なるほどね。これお金じゃないんだ。左上のゲージか。メーターね。なるほど。さあ、上行けるし、こっちも行ける。ここなんだろう。結構危険な香りがしますね。待ってね、お金がそっち行っちゃった。無理か。さあ、ここで、さらに、銭。これはお金かな？よし。43円。ソウルとは多分別なのかな？まあ、ぼちぼち学んでいきましょう。さあ、こっちじゃ。再び敵と、罠があった。はい。さあ、ソウル満タン。いつでも回復ができる。さあ、ここなんでしょう。これ何？ぶち破っていいの？これなんだ？敵なのか。これなんだろうね。あ、ライフか。ライフが2つ増えた。一時的なもんですかね。よし。だんだん分かってきた。さあ、ここでこの奥。いくね、あー、もうこういうのがある。ダクソでも引っかかったようなやつ。待ってね。怖えな、これ。あ、こういう時にこれか。このキーで、上下ね、左右は見れない。なるほど。慎重に行こう。危ねえよ。これ、ちょっと待って、そこ行けんじゃないの？これ、下の方。怪しいな。ここね。ほら、やっぱり。分かってんだよ、おいたには。ただ、そっちの奥。これ行けませんね。行けんのかな、もしかして。ちょっとほっとこうか。どうなってるか全くわからん。さあ、これ崩落するんでしょ？危ないよ。んで、上に来ました。こっから落っこってしまうと、さっきのとこですね。多分。あと、そっち。左に足場が見える。なんかスキルがあればいけんのか。そっちね。まあ、ちなみにダークソウルライクなメトロイドバニア。
どういう意味かっていうのを説明しますと、ダークソウルっていうのは国産の死に覚えゲーがあるんですよ。すごい高難易度の。で、再び調べる。高貴なものよ。これはその他だけに伝える言葉。これより先、その他王と創造主の地に入る。その敷居を越え、我らの法に従うがいい。神聖の土地なのか。そして目撃者となるのだ。最後にしてただ一つの文明、永遠なる王国、ハローネストの。なるほどね。行ってみようか。こっちですね。さあ、とりあえず、この封印を解除して、壊すんか。さあ、来てしまった。ハローネスト。これ落っこちんの？どう？ですね。落下してきた。で、まあ、さっきのダークソウル。デモンソウルっていう土台がね、あったんですけど、まあ、基本的に死に覚えゲーなんですよ。高難易度の。で、本作もその流れを組んでると。死んで覚える。これは何？街灯か。これ雰囲気すごいね。素晴らしいね。虫の王国か。ダートマウス。駆逐集落。これもダクソっぽいでしょう。え？さあ、この人は聞く。だから、遠方の。おや、旅の者か。残念ながらこの場所にはもう足しか残っておらんよ。町はすっかり寂れてしまってな。他の虫たちはみんな消えてしまった。あの井戸の底の洞穴に一匹また一匹と入っていてな。かつてこの町の下には素晴らしい王国があったのだ。すでに廃墟となって久しいが、それでもあの深みには虫たちを引きつける何かがあるらしい。富栄光悟り、あの暗闇にはそうした全てが含まれているように思える。お前さんもあそこに夢を求めてきたのだろう。気をつけるがいい。あそこは不快な空気で満ちている。生き物は正気を失い、放浪者はその記憶を盗まれる。夢なんて本当は見ない方が良いのかもしれん。なんか宝的なものがあるのか。で、休む。ベンチね。よし、多分これセーブポイント行こうか。舞台虫の王国で登場するのも虫かな、基本的に。ただもう滅んでしまってるんですね。これ何？地図や道具を求めならこちら。近日回転。イスルダとコーニファー。これまだか。回転してない。で、さっきのあの余剰分の2つ。あれ消えましたね。ライフね。まあいいか。井戸の底。こっちは？こっち何？これなんだろう。鍵かな？鍵穴。ですね。単純な鍵穴のついた石の扉がある。まだ開きませんと。奥も行きませんね。まずやっぱ井戸か。で、まあメトロイドバニア。メトロイドバニアって何かっていうと、まあその昔メトロイドっていうね、任天堂の名作があったんですよ。今もあるんだけど、メトロイドプライムかな。で、そのメトロイド。あとそれに影響して作られた、キャッスルバニア、コナミのね。あれもすごい名作なんですけど、その二つを足してメトロイドバニアっていう単語があります。主に海外で使われる単語ね。忘れられた交差路。どっち行こうかな。まず行けるところ。片っ端からも行くしかないわな。よし、下切り。これ下切りすると浮くんですね。敵にヒットすると。対空できる。こっちは？こっち何？こっちなんか若干怖くない？ハエかな？上行くか下行くか。まずどこに行く？まあまだなんかごほごほ言ってるよ。誰嘆いてる。おじさん。おいたんか。これ誰これ？届かんぞこれ。話をせ。行ってみなさい。何？特に話聞けないですね。これなんだろう。ずっと嘆いてんのか。なんかの卵かな。かわいそうに。あんな年になって泣くとは。さて、となったら、下の方。あ、これ待ってね。あー、これ、だいぶ高いぞ、これ。あー、やっちまった。マジか。すごい落下したな。これどうしよう。そこから行く？どうしようかね。このマップの広がり、困ったな。
一旦それ下行く。さあこの人は何かを書いてる。うむ、なんだね君は。この美しい廃墟を探索するために降りてきたのか。私のことは気にしないでくれたまえ。私も探索が好きでね。道に迷ってそこから出口を見つけた時のあの喜びは何者にも代えがたい。私も君も全くもって幸せ者だよ。私は地図の制作を商売にしていて、今この周辺の地図を作ってるところだ。これまでに出来上がったものを買っていくかい。これ地図屋さんか。さあ購入しますか。よし、30円。さあ買いました。デルビー長押し、これ地図ね。キャラクターメニューから地図を選択するとハローネスト全体の地図を見ることができます。地図は便利なものだが自分のいる位置までは示してくれない。方向感覚に自信がないなら私の家内のイゼルだからコンパスを買うことをお勧めするよ。彼女はちょうどダートマウスに私たちの店を開いたばかりで、君のような探索者に役立つものをたくさん売っている。時には私が以前に書いた地図を売ることもあるな。私も一旦の地図を書き終えたら家内に会いに行くつもりだよ。彼女は私を見るといつだって喜んでくれるからね。よしよし。さあ地図をゲット。 LB こういう感じ。なるほどね。今の左下のとこですね。でこっちは逆に行き止まり。待ってね、ここのね下か。すげえ歌ってんな、ロンキだな。さあここの左ですね、こっち行き止まり。一旦そうね、まず行き止まり、ここから潰していこう。これワーム？ワームですね。避けながら行く？そっち、これそっち無理か。いや、ちょっと待ってね。空中で一回切って、これ待ってね。はい、よし。成功、一発 OK。さあ、お金、これいっぱいもらって、いいね。なんか、なんとなくできそうっていうのが普通にできるっていう。さて、ここの方、これちょっと危険ですね。はい。よし。ここどこ？これ意外と遠いな。待ってね、床がやべえ気がする。あとこれ何、ミツムシ、モンハンの。今なんか透過しようとしたでしょこの子。もうでちっちゃいの来る。さあこれ、この子は何だい。これなんて言ってんの。なんかミーママミーママ言っててどっか行っちゃった。え、これどこ行ったの。君は何だったの。イモムシ。さあ一旦これで左下、これクリア。どうしようかね、この後どこに行くか。でもメトロイドバニア、何が特色かっていうと、基本的にこうスキルをね入手するんですよ、道中で。でそれによって行けるところっていうのがどんどん広がってくると、あと移動も楽になりますね。行って、今のミスった、普通に話していたらミスった。これどうしよう、回復する？一発回復。よし。さあ、こっからね、あっ、危ないよ。あとね、このゲーム、なんかね、後半めちゃくちゃ難しいらしいんですよ。子供はクリアできないっていう風に言ってる人もいて、そんなむずいのっていう。これな、どうしようかな。上行く？でも子供はクリアできないって言われるとさ、なんか挑んでみたくなるじゃない。子供じゃないんだけどね、自分は。よしと、大人なんですけど気になるじゃない、やっぱゲーマーとしてね。あ、待ってね、このそこのね足場にですね、頭が当たるとね落っこっちゃうんだ。これがちょっと癖がある。順番ね、こういう風に。よし、キャッスルバニアもすごい名作でしたね。あれプレステかな。自分メトロイドもキャッスルバニアも結構やったんですけど、キャッスルバニアはね 3D になっちゃったね今で。調べる、巡礼者の道。ハローネストを旅する者たちは豊かな緑と菌類の林を抜け、王国の中心たる都へ向かう。そして全ての願いを叶えられ、全ての真実は明らかにされる。
すべての真実、巡礼者の道。これなんかボスっぽくない？ちょっと待ってね。これどうしようかな。結構飛ばしてくんな。あと細かい飛沫に判定があるのかっていうのはすごい気になるの。これ切れる？無理か。これどうしようかな。突っ込んでいく？細かい飛沫、あ、食らえませんね。あ、で待ってね。これ無理か。速攻ガードする。これ野球の牽制球みたい。反応が意外と早いな。こっち無理か。多分遠距離攻撃かな。何らかの方法が必要ね。さあマップ、ペンか。お店ですね。でこれ多分死んだら全部パーかな。この84円。さあ慎重に行こう。操作感もねすごいいい感じ。左に3つ、あと右に1個。なんか行き先がある。右に1個、これか。さあここなんでしょう。ペンが欲しい。あれいつオープンすんの？ペン屋さん。さあひたさに虫をぶっ殺し。なあ、なにそう、わーってやつ。かわいいな。痛い。あ、これね、意外と突っ込んでいくと食らうわ。さあ回復。もう一発回復。ただ回復はすごい有能ですね。あと上に。上に芋虫ちゃん。と銭。よし。さあこれ取って、芋虫ちゃんこれ会いに行けるか。無理じゃない？飛んでいけんぞ。敵を復活させんのかな、もしかして。ちょっと待ってね。空中飛んでる敵いないもんな。これ無理かな。さあソウル、これ貯めて。ちょっと無理くさいね。さてこれどこに行く。またこのワーの人、はい、ワーさん。あとこの人はジャンプの人、はい。3発と、なんか強そうな人。よし、こいつも3発で1発回復して、これも回復はバンバン使っていく方向かな。ケチる理由がない。怖え、こいつ。よし、上切り。オッケー。さあここは、あ、この人ちょっとね自分嫌いかも。よし、角ね。あとこの絶妙なノックバック。ここどこ、ここどこ。これ多分初エリア。どこら辺かな。よし、あとこれ回復すんの、このなんていうの、銭の石。どうなんすかね。さてそこになんかあるよ。なんだろう、行ってみようか。とりあえずパートはもうサクッとね行くしかない。行けるところにバーッと。で、なんか、人の声がする。カッツンカッツンやってな。君は何だい？聞く。ああ、青白く痩せた母を埋め、固く目を閉じた父を埋め、二人一組で姉妹を埋め。それが終わったら、私も埋めよう。ふふふ、今の知ってる？私の、お気に入りの歌なの。一緒に別の歌を歌ってもいいわ。あなたが歌ったら私も参加する。あなたきっと綺麗な声してるんでしょうね。ふふふ。それでここで何してるの？お金持ちに なりたくて来たんだったら周りを見て。この鉱山はとても豊かで、みんなに行き渡るだけ。たっぷりあるわ。一緒に掘りましょう。なるほど、金儲けか。で、左下に名前があった。マイラ。一緒に掘る。しかし歌がすごい不気味ね。いい感じに不気味。で、上行けます。これ稼働するのか。
そこになんかあったな。これちょっと待ってな、行き過ぎるとまずい、もしかして。これ何、なんか溜まってくる。多分ソウルかな。うん、どうしようね。マップもな、これ現在地わからんしな。これもなんか落ちそう、そうそう、すごい落ちそうだったもん。こ怖い、これ。これ怖いよ。地図持ってない。一旦、これすいません、戻ろうかな。あのペンは？ペンいつ買えんの？もう買えるんじゃないの？ダメかな？これごめんなさいね。ちょっと戻りますね。様子を見よう。あとこっちか。この上の方向、これ何？地上に行きたいな。まず帰りたい。こっちも鉱山かな？ですかね。ダートマウス。ダートマウスに行きたいわんと思ったら、なんか強そうな人がいる。あ、気がついた。あー、これボスかな。覚えておこう。ここにボスがいる。さあ、こっちは？ここに、ごっつの人。行って、上から来た。今のは食らうだろう。うまいな。さあ、ここに、ワーの人。よし。まあ、序盤はこんな感じね。そんなに死にませんね、まだ。やっぱ、ボス戦かな、怖いの。さて、ここどこ？どこここ？待ってね、地図。あ、ここか。このど真ん中ですね。ここ何屋さんなのこれ。入る。入ったはいいけど。コクランの神殿。聞いていく。ほう、これは嬉しきこと。この忘れられた道で自分以外の放浪者と出会うとは。体は小さくとも、その宝は強さを感じる。拙者の名はクイレル。水戸の地を探索することを喜びとしている。探索者か。この古代王国には多くの素晴らしい謎が秘められているが、その中でも特に興味深いものが今我々の目の前にある。王国の廃墟の中に置かれた巨大な石の卵。しかもこの卵は熱を持っているのか、なんとも独特な空気を放っている。これは開けられるのだろうか。奇妙な模様が描かれているが、拙者はこうした謎をこよなく愛する。これより下ではどのような驚きが待っているのか。コクランか。なんか露骨にこの3つのマークね、エイリアンっぽい。これが見えますね。多分そのうち帰るのかな。コクラン覚えておこう。なんか大ボスっぽいよね。3体倒してまた来なさいって。さて、まずはこっち一旦の町に帰ろう。とりあえず草を伐採する。さあ、こっちかな。よし、ここから登って OK。 さあ、帰ってきました。ダートマス、よし、空いてる。この人か、奥さん。店を見る。パートナーだ。待って、声がでかい。地図を買いに来たの。だったら夫に頼んでと言いたいところだけど、彼はいつものように地下に潜りに行ってしまったわ。たまには新しい地図を届けに戻ってくるけどね。もう少しこっちへ過ごす時間を増やしてくれたらいいのに。私は商売に対して興味はないし。あなたに売れるものは何があるかしらね。さあ、買い物タイム。羽ペン。これ120円ね。新しい場所を探索しながら地図を書き足していきたいときはこれが必要になるわ。これそうね。まず真っ先に買っておこう。ただ他のアイテム、ベンチのピン。ベンチはその他の休憩場所をあなたの地図に記してくれるわ。ベンチマーカーと眉の瓶。これ眉のマーカーね。マーカーに金払うんか。あと店の瓶。あと温泉の瓶。とスカラベのマーカー。これなんだろう。これは新商品。地図上で気になるポイントを押さえておくのに使えるわ。あ、なるほどね。普通のマーカーか。さあ、とりあえず、これかな。よし。120円。これ買って、あと放浪者のコンパス。これも必須かな。遺跡の中を歩いていて自分の場所がわからなくなったらこれを試してみて。あなたがいる場所を地図上で示してくれるから、見知らぬ場所を歩くときなどにとっても役に立つわよ。
買いたいんだけど買えないんですよ、お姉さん。申し訳ない。さあ、これで、再び入っていく？そっちに。で、マップか。マップに記載する必要がある。鋼ちゃん、ご飯、ご飯食べる？ご飯いいの？お腹すいたんでないの？鋼ちゃんや、ん？眠いの？ご飯？すごい、このモフモフがすごいんだよね。ムートみたいだ、腹毛がな。このお股パカーして、これ全世界に配信されるよ。いいの？ご飯？朝ご飯食べる？そう、なんか向かって左の耳だけピクピク動かすの、それ何なの？それ、はい、よしよしよし、はい、行こう行こう行こう。なんでしょうね。一回行ったとこ、これどうなってんの？あ、多分また行くのかな、もしかしてですかね。とりあえず行っておこうか。あとお金か、お金も必要ね。よし、さあ銭貯めながら行きましょう。虫に関する面白い話っていうとね、トゲハムシっていう虫がいるんですよ。別名トゲトゲっていう愛称があるんですけど、でもある日、そのトゲトゲの中に、あ、待ってね、ここに芋虫来たんか。あ、つまりこの穴の数だけ芋虫がいるんだ。なるほどね。芋虫部屋。これ、書いといてくんないの？え、書かないのこれ。どうなってんの？アイテム、アイテム。待ってね、回復じゃないわ。無駄に使っちゃった。これどうすんの？あ、これあれか。ベンチで休んだ時に全部書かれるのか。まとめて。多分そういうアイテム。なるほどね。じゃあ、パパッと行っとこうか。行けるところに。で、まあさっきのトゲトゲの中に、トゲを持ってないトゲトゲがね、いるっていう話があってたんですよ。で、それは実際にいるのかな。で、まあそれ相性で、トゲなしトゲトゲって言うんですけど、でも面白いのがそっからで、そのトゲなしトゲトゲ、そのトゲなしトゲトゲの中に、どうもね、トゲを持ってるやつがいるらしいっていう話が出てきたんですね。これまで噂の段階なんですけど、なんかね、いるんじゃないかっていうふうにすごい言われてるんですよ。で、その名前が、トゲありトゲなしトゲトゲっていう、トゲがあるトゲなしトゲトゲ。なんか、複雑で面白いっしょ。で、そのトゲありトゲなしトゲトゲと、普通のトゲトゲっていうのはまた違うんですね。品種が、微妙に。さて、ここどこ？これあれか。これ多分まだマップに書かれてないかな。これ貯金ってできないのかな、多分。ただ今んとこベンチないぞ。一箇所しかない。毎回あそこに戻んの？よし。さあ、上切り。これ決めて。落っこってくる。当たらん。さて、で、こっちは、ここなんだっけ？あ、これここか。鉱山地帯。んで、下ですね。真ん中になんかね、ボスキャラっぽいのが書かれてんの。行ってみようか。こっち。200いくら貯めんのってこれ結構かかんない？おや。あ、こっちこれ行けないんだ。下のそれか、レバーか。あれ引かないと来れませんと。なるほどね。さあ、どう来るか。一番下からやってくる？あの左の。ちょっと待ってね、爆走しよう。痛い！あ、待って。あ、落とし穴。これこうなるんだ。落っこってしまうと戻されんのね。割と優しいね。そんなに鬼畜さを感じないけど。こっからどう変貌するのか、このゲームは。でね、本作、任天堂スイッチでも配信中です。配信2週間で25万本かな、売れたの。
さあお金、これ大事。割と作業的には地味なんだけど、これすごい大事なんだよね。よし、オッケー。さてで、こっから下に向かって落っこちます。一発回復して、よし、下に行く。よしと。さてで、これがですね、左下ね、あの蚊のマーク。一応話しとく、奥さんいたよ。そういえばまだ自己紹介をしていなかったかな。いや、これはすまなかった。一人で長い時間を過ごし、自分の考えの中にいると会話のマナーというものを忘れてしまうようだ。私の名前はコーニファー。若い頃より世界を探索し続けてきた。何でも私は多忙から帰った瞬間から母や兄弟姉妹たちを置き去りにして徘徊を始めたそうだよ。そんな性格だったものだから、機会が訪れ次第家内と一緒にダートマスに引っ越してきたのだ。自分の家の目の前に探索可能な巨大な王国があるなんて、全くたまらない話さ。おっと、引き止めてしまったな。運が良ければまた会えるだろう。それじゃ気をつけてな。よしよし。でこっち行けませんね。コーニファー、探検好きか。まあ男の子のロマンだよね、探索は。こっち、できればパート1でボスを倒していきたい。1匹ぐらいで、ここにさらにいっぱいある。待ってね、これ弾けるぞ。よし、ここ何？隠し通路。で、さらに銭。よし、これゲット。これボスの直前でね、200いくら？あれが溜まってしまうっていうケースが考えられる。そうすると怖いね。帰るかどうするかっていう。さあ、なんでしょう。戦闘か。さあ、やり合おう。おら！終わったんですけど。もう一匹。二匹。危ない。あ、これ結構早いぞ、それ。ピュっての、それ見て回避はできんだろう、さすがに。よし、さあ来ました。こっち、こっち何？ね、上行けませんね。ここ何？あ、これか。これがあって終わり。よし、さあお金部屋。オッケー。あ、これなんかたまりそうだな、200いくら。ねえ。いやらしいわ。いやらしい設計。あれ、200いくらだっけ ?220 円？多分220あれば買えるでしょ。で、敵も復活してるけど、あれですね。部屋密閉されない。よし。どうするかな。ベンチ。何？何の音？太いの。よし。と、再びワームか。ワーム元気だね、それ。あと上ですね。上無理か。さあ、こっち。オッケー。で、そこに銭がある。これは、行きたい。よした。このお金も可愛いね。これ虫っぽいもんね。幼少期ね、自分すごい芋虫とか触れたんですよ。鼻にのっけたりとかね、できたんだけど、今もう全然触れないですね。子供の頃の虫に対する耐性ってすごいよね。なんでそんな触れんのっていう。これこっちも結構広いな。これどこら辺だろう、今。マップ。よくわからんな。やっぱコンパスか。あれ指ますね。よし。これね、寝る前にプレイしたらね、すごいよく眠れそう。ぐっすり。で、そこにお金。で、さらに右行ける。これちょっと待ってね。よし、ここ。そっ。で、右上か。
264円。よいしょ。さてここは、ここなんだい、ここにお金。あっまあよく出すとこうなるよね。まあこうなるわ。さあ一発これ回復して、戦闘中の回復かな問題は。ここ何、これ何のマーク、ここはどこだい。 NPC もいないっぽいな。これボス戦かな、もしかして。行ってみる、いや違うのか。左、何かを示してますね左。あ、なんかボスっぽい。ベンチ、ベンチ。さあ休憩、よし。さあマップ更新されました。これがですね、うん、結構更新された。で今あれか、多分中央部にいるんだ。マップ更新されてないもん。で左行くとボスですね、おそらく。よし、となったら一旦チキンハートでコンパス、あれ買いに行く。絶対買った方がいい。であまよくば300円ぐらいね貯めていきたい。300あればさらになんか買い物できる。行くぞー。あ、でもね、これはね、楽しいわ。操作してて楽しい。で、最初はそんなにきつくないしね。なんだ？なんか声したな。何？イモムシかな？なんかファー言ってる。誰だい？そこにでっかい人。これどこだ、これ。あ、ベンチか。ベンチ汚いから分かんないんだ。待ってね。このでかい人。一旦これをスルーして。ファーファーっての誰？こっち。あ、待って、これなんか強そうじゃない？あ、2段、3段？ 3段か。はい。はい。あ、待って、この子強い。できる、こいつは。よし。いや、これはちょっとミスったな。さあ、回復。無難に回復。これかけて。降りてくんの？あ、来るんだ。これむずいな。よし。待ってね、撃ってこい。撃たせてこうか。これむずいな。あのね、やってみるとね、わかるんですよ。スティックなんでね、360の。そう。よし。あの、プレステのコントローラーね。あれでやりたい。自分ね、そう、最近ね、プレステ4ばっかりずっとやってたんですよ。なんで、360のコントローラー握るの、これ、何ヶ月ぶり？めちゃくちゃぶりなんだよね、実は。PC ゲーやるのもね、PUBG ぶりぐらいかな。本当にプレステ4ばっかりやってましたね、最近。なんかね、ゲーム機としてすごい安定してるんだ、プレステ4。よし、バグもないし、フリーズもそんなしないし。OK。さあ、残り6円。6円あれば、なんか買えると思う。あ、これか。忘れた頃にあのトゲね、あれが刺さる。よし、さあ、目押しして殺す。ここどこ？これあれかな、もしかして。ちょっと違うかな。いや、こっちでいいよね。よいしょ。さあ、再び回復して。この回復をね、チキンって言われたらね、私はね、どうしようもない。これはさすがに回復するっしょ。よし。さあ、まず買い物か、やっぱり。あと、次回からですね、この探索中に皆さんからの、あの質問コーナーとかね、なんかお悩み相談、そのコーナーを設けていきます。あれも久しぶりですね。いつぶりだろう。新夜回り以来かな。あれ結構好きなんですよ。皆さんとの交流っぽくて。さあ、こっから上か。ちょっと待ってね。戻るんで待ってね。しゅっ。で、こっち来て、こっから上ですね。よし。さあ、再び帰ろう。やったー、2回目。
てかこの人お家ないんですね。考えてみると、ひたすら探索するのか。でベンチ、さあマップ更新。こっから見ていけないダンジョンを一旦買い物しよう。さあクラサナタイム。はあ、パープナーだ。これかな、放浪者のコンパス。よし、さあこれ買って、でチャームを取得。チャームを装備するとさまざまな能力が発動します。ベンチに座っているときにチャーム画面を開くことでチャームを装備することができます。なるほどね。はあ、装備品扱いか。あとベンチのピン、眉のピン、店のピン、これどうしようかな。スカラベのマーカー、これ難しいな。ベンチ、店、これどうしようかな。一旦そうね、ベンチの瓶。よし、さあマップ更新で再びベンチ。すっで、これはそのチャームね。ベンチに座ってる時にセレクトボタン、これで放浪者のコンパス。これこんなにあるんだ、チャームね。これ合計何個、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,40 個、結構あんな。でスロット3つ。よし、さあ OK です。で地図とアイテム、これ武器ですね。古びた釘、ハローネスト伝統的な武器、流れの使用によってだいぶ切れ味が落ちている。あとフォーカス、集めたソウルを使用することで傷を癒す。で地図と羽ペン。よしよし、さてこれで行きましょうかね、ボス戦ね。特攻しよう、マットレイ。さあ地図、今こういう感じね。あ、これすごい便利だわ。で右下にベンチ、まずそっかな。さあまず一旦ここでセーブして、セーブ、よし。んでこっち、ここに何もない。これゲートか。あと調べる、これなんだろう。装置の中に銃を入れますか。はい、いいえ。50円、これなんだろう。装置、何が起きる。50円、これ気になりますね。なんだろう、50円、なんかね地味に高いね。これ貯めようかな。50円、こっち何これ、真っ暗闇。これまずったな、行かない方がいい。これここですね、このエレベーターのこっち。50円、さあ残り12円。よし、さあ50円溜まったよ。何が起きる、やってみよう。どう、なんか開いたな、ベル。あ、移動手段か、おそらく。幼稚っこいの、本当に久しぶりに駅の鐘が鳴るのを聞いたわい。その音はスタグの道全体に響き渡り、こうしてわしを呼び寄せた。すっかり体もなまっていろいろと忘れちまったが、その音だけはいつだってわしを呼び寄せる。このスタグの道はハローネスト全体に広がっておる。他の場所に移動したいのなら、乗降台の上からわしに話しかけるといい。お前その行きたいところへ連れて行ってやろう。よしよし、電車か。これおそらく毎回50円かかるってわけではないよね。今アンロックしたもんね。よし、OK です。もう大丈夫。一応セーブ。よし。さあ、マップを更新。これかけて。今こういう感じ。さあ、ボス戦行こうか。今日の締めですね、ボス戦。やっぱりみんなボス戦見たいわな。私も見たい。どんなもんか。で、できるんだったら殺されたい。ボスに。こっち。さあ、来たよ。ゲーマーさんがやってきたよ。ここですね。で、この奥ね。こいつ、これ勝てんのっていうか。ああ、衝撃波。あっ、衝撃波。はい。あ、簡単、こいつ。はい、餅つき。さあ、パターン入った。衝撃波。衝撃波、はい。
なんか見切った感がある。よし、テンポがいいな。オッケー、すげえお金いっぱい出した。やったー、嬉しい。お金いっぱい。やっぱ銭の力は偉大ですね。ただこれで死んでしまうと切ない。よいしょ。これ無理だろ、そっち。多分なんか通っていけんのか。横にバーッと飛んでいく。さあ、これ。敵さんです。危ないよ。よし。うわ、投稿食らった。さあ、回復。惜しまず回復して、ここですね。だよね。よし。いるんでしょう、ボスさん。出といて。おや。上か。こっちか。さあ、どこだ？楽しみすぎる。出てこい。ここですね。あ、違うの？何？これ回復のソウル要因？メーター貯めなさいと。よし。さあ、こいつか。偽りの騎士。多分これをこうか。避けて、振ってくるのが怖い。ジャンプぶりね。ワッチ。はい、ドン。デーモンですね、ダクソの。ほぼまんま。え、終わったの？嘘でしょ？なにこの餅みたいなの。あ、弱点か。よし。これが本体か、こいつの。あー、待って、あ、調子に乗るとこれね。おお、怖い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 。さあ、回復。ジャンプして。よし。さあ、一発回復。OK。二連撃はな、痛かったな。危ない危ない。あ、消費波。これ初技ね。あ、これこっから結構むずいな。消費波。あ、上から降ってくる。どんどん難しくなる。いいね。よし。さあ、内臓攻撃で、ソウル貯めて。あー、飛びすぎなんだよ。さあ、回復。よし、もう一発。はい、はい、元気。よし、スッと避けて。意外と近距離がね、安全かもしれない。何消費か。はい、もう一発。ブーンじゃないんだよ。死ぬんだよ君は。ブーちゃん。よし。さあ、3回目。大体ね、こういうのは3回って決まってんだよ、ゲームは。どう？あ、生きてる。やりますね。あ、叩かれた。マジか。3回じゃない。あれ、どこ行っちゃった。おい、どこ行ったの。ん、へばったな。え、ここでもしかしたらまたやるってこと。ん、死んだのか。びっくりした。出てきたよ。さあ、これで調べる。都の紋章。クリオネっぽいね。死んだのか、完全に。で、ゲートオープン。さらに、ここに、宝箱。これ何？おし、お金。すごいいっぱい出たな。OK。さあ、これで、左行けますね。これは最初のボス。なんか、いい感じのアクションでしたね。一面のボスか。よしよし。ダクソリーマスターの最初のボスね、デーモン。自分ね、上から、落下攻撃しようとしたら、上にね、スッて来たんだよね。あれね、結構珍しいモーションだと思う。下行ける。あと、ここ何？なんか原住民の方がすごいいそうね。なんだ、ここ。ただ、そんなに広がりはないはずなんだけど、マップ的に。ここ何？入る。お店かな？これ何？なんかおばちゃんがいるよ。とベンチ。よし。さあ、マップ更新。
今こういう感じ。祖先の塚。祖先とは。おほ、暗闇から忍び出てきたお前は一体何者ぞ。なんと陰気な見た目よの。奇妙でうつろな顔によく切れそうなその武器。そんな陰気じゃなくない別に。お前は重要な何かに導かれ、ハローネストの泣き金とやってきた。それが何かは聞くまい。お前がここに来たのは私の助けが欲しいからか。いや、帰ろうとして迷ってきました。それ以上何も言うな。お前に贈り物をやろう。私が作った強力な魔法だ。お前のような小さき者にはぴったりだろうて。ほほ。え、何これくれんの？タダで。いいの？対価はいらないの？さあ、これが魔法か。復讐の魂。ボタンを押すとソウルの魂を解き放ちます。実行するとソウルが消費されます。ソウルを敵を攻撃することで回復できます。攻撃に振るんですね、ソウルを。さあ、ここはなめのなめのおほ、ようやく目が覚めたようだの。その魔法がどれだけ強力か、お前に警告しておくべきだったかもしれんの。いや、すまなかった。眠ってるお前を見てるうちにわしも眠ってしまったようだ。おほほほほ、なんだそら。添い寝したんか。お互いに目覚めたところで一つ小さな頼みを聞いてはくれんかの。贈り物の借りを返せというわけではない。友としての頼み事というやつだ。おぞましい獣がこの社の中枢に救うようになってしまったのだ。まったく不敬なことよの。お前が奥に行って奴らを退治してくれると嬉しいのだが。なかなか硬い獣だが、新たに得た力を使えば問題なく倒せるであろう。それだ、幸運を祈っとるぞ。おほほほほ。さあ、これ多分新マップ。これどこにいんの？多分ここにいんのかな。祖先の塚、先に来なさいと。そっちね。さあ、どうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、さらにこの先に進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ホローナイトでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。やったどー。そしてこれからですね、動画のパート1と最終回で支援者様のお名前を掲載予定です。これ以外にも今回掲載できなかった支援者様、グッズご購入者様、そして全ての視聴者様、本当にありがとうございます。よかったら YouTube のスポンサー機能か、もしくは Pixiv ファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画説明欄か、アイロンの Twitter をご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。